ミロスラフ・ビトウスは、チェコ出身のジャズミュージシャン、コントラバス奏者、ベーシスト、作曲家、米ジャズフュージョンバンド、ウェザーリポートの創設メンバーとして活躍。その後はソロに転向し、アルバムごとに様々な演奏家と組んだ秀逸な作品を残している。プラハ生まれ、6歳からバイオリン、10歳からはピアノ、そして14歳からはコントラバスを本格的に習い始め、当時チェコフィルハーモニー管弦楽団の著名なコントラバス奏者であったフランチシェク・ポシタの弟子となるが、次第にジャズへの系統を見せ始める。1966年にウィーンで開かれたフリードリヒ・グルダ主催国際ジャズコンクールのベース部門において優勝するなど、若くして期待のアコースティックベース奏者として頭角を現す。アメリカ合衆国に渡った後チック・コリアのアルバムNow He Sings, Now He Sobsに参加すると、その超絶的な演奏が反響を呼び、ジャズシーンに彼の名が知れ渡るようになる。また短期間ではあるが、マイルス・デイビスのバンドにも参加した。1970年に新バンドの結成をウェイン・ショーターに持ちかけるが、ショーターはかねてより、ジョー・ザ・ビヌルとの間でニューグループの構想を練っており、それに加わる形となり、ウェザー・リポートが誕生。エレクトリックジャズバンドのビッグネームとして大きな話題を集めた。しかし、集団即興重視の演奏に代わりジョー・ザ・ビヌルがファンキーな要素を入れるためにエレクトリックベースに持ち替え、ファンクビートを演奏するようビトウスに要求するようになり、音楽性の違いから次第に二人の仲が険悪なものとなっていく。1973年発表の4枚目のアルバム、スイートナイターでは、実際にもう一人のベーシストとしてアンドリュー・ホワイトを起用するなど、両者の間の溝が顕著となり、次の1974年発表、ミステリアス・トラベラーを最後にバンドを追われる形で脱退する。これを受けて、ビトウスはバンド名のウェザーリポート使用のロイヤリティを求めての提訴を起こした。こうしたこともあって、ザビヌルとビトウスの関係は現在も犬猿の仲のようで、ザビヌルはインタビューなど、ことあるごとに、ビトウスを批判する発言を残している。ウェザーリポート脱退後、ワーナーブラザースレコード、アリスタレコードや日本のトリオにアルバムを残している。1979年には ECM レコードに移籍し、アランフェス協奏曲など数々の意欲的なソロ作品を発表するようになるが、心身疲弊を理由に1993年以降は、演奏活動を休止する。しかしその期間中に音楽的なオーケストラサウンドサンプルの制作のために資材$50万と8年間を費やし、自ら作曲したモチーフをチェコフィルハーモニー管弦楽団の演奏で収録したライブラリー音源ミロスラフ・フィルハーモニックを完成させる。これがヒット商品となり、オーケストラライブラリー音源の中でも大変有名なものとなる。2015年には IK マルチメディアよりその後継であるミロスラフ・フィルハーモニックをリリースする。2003年、ほぼ10年ぶりとなるリーダーアルバムユニバーサル・シンコペーションズを発表し再び注目を集めた。2009年、リメンバリング・ウェザー・リポートを発表。2019年、長らく所属していたレーベル ECM レコード創立50周年記念の企画で、3月に25年ぶりの来日公演を予定している。1960年代、1970年代、1980年代、1990年代、2000年代、2010年代。ありがとうございます。